日本とイギリスでの F2 後継機共同開発が進む中、テンペストとの部品の共有化で、コスト抑制との情報をキャッチしました。今回は、この、知恵での共同開発で見えてくる F2 後継機と、XF9 エンジンを詳しく見ていきますね。新進の機体で、テスト量産なんてできそうに感じているのは、私だけでしょうか。しかし、目指すは第6世代ステルス戦闘機でしょう。日本は F2、イギリスはユーロファイタータイフーンという、現行の戦闘機を代替する機体の開発を推進しているが、両国は、前者が次期戦闘機、後者がテンペストと呼んでいた計画を統合する方向を鮮明にしている。一昨年ほど前までは、個別の計画とも言えたこれらの、日本とイギリスの戦闘機開発だったが、2035年を目途とする開発時期や、同じ島国として機体に求める、航続距離や兵装等の使用の要件が合致したことも大きかったのだろう。こうした使用に加えて、今後の戦闘機には、必須の機体そのものの高度なステルス性能や、複数の無人航空機を完成し、用途に応じた運用が可能な点などを盛り込んでの開発が、具体的に進められていくと見られている。日本とイギリスとは、今年2022年の末までに、最終的な戦闘機の共同開発に向けた合意を行う方針だと見られており、新型戦闘機の機体の共通化を通して、開発コストの抑制と技術の相互利用を促進していくと言えそうだ。ことに、日本においては、次期戦闘機の関連費用に関して、2022年8月末を、目途に、来年度2023年度の予算の概算要求に組み入れる予定であり、予算上からも、具体的な指針に向けて、動きが加速しする時期に差し掛かっている。大枠の体制については、日本は三菱重工業社、イギリスは、BAE システムズ社が、開発主管を担い、機関部には IHI 社とロールスロイス社、レーダー戦車等には三菱電機社やレオナルド UK 社等が参画する方向である。こうした中では、日本の IHI 社は、現行の F-15 戦闘機に搭載されている機関部に推力で匹敵する試作機をすでに開発済みであり、初の機関部の純国産化かとも噂されたが、どうやら、その線は、残念ながら、実現せずに進むようだ。ロールス・ロイス社の機関部は、推力やステルス性能に加えて、今後の戦闘機の機関部として欠かせない要素である、大電力の供給と、機関部自体の冷却効果に優れていることが判明しており、その旨を借りるということなのだろう。そのように、日本の次期戦闘計画とイギリスの、テンペスト計画とは、結果、一つの機体を共同で開発し、細かな部分で自国の要望する独自仕様を施すという形を取ることが、最近の報道の流れからは見て取れる。少し前であるならば、日本とイギリスとが、この新型戦闘機の分野で、こうした共同プロジェクトを推進する日が来ようとは、なかなか思い描くことは困難だったようにも思うが、無論、太平洋戦争後の初めての試みである。日本で F2 戦闘機の代替機の問題が浮上した際には、F2 戦闘機自体がアメリカの F-16 ファイティングファルコンをベースとして開発されたように、今回もまたアメリカの企業からの技術支援を仰ぐ形が想定されていた。具体的には、いわゆる第5世代戦闘機である F-22 ラプターや、今や、西側諸国の、その分野を一手に担う F-35 ライトニング2を擁する、ロッキード・マーチン社が、技術支援の要と考えられ、実際に、その方向で推移していた現実がある。これは、2020年の末の時点では、
既定の路線であり、開発後の仕様変更等を鑑みて、日本主導での開発を掲げながら、三菱重工業者が主管を行うことが決定されつつも、ロッキード・マーチン社の技術支援抜きには進まない感はあった。これが、1年後の2021年12月になると、次期戦闘機開発において、機関部では、イギリスのロールス・ロイス社と日本の IHI 社が、共同開発に向けた研究に着手することが報じられ、初めて、具体的に、イギリスとの関係が浮上してきた。それでも、なお、この時点では、トータルな技術支援という観点については、アメリカのロッキード・マーチン社の傘下が本命だと考えられており、あくまで、機関部という一要素について、イギリスが加わるとの見方が大半を占めていた。ちなみに、この時点では、翌年の2022年度予算の中に、次期戦闘機開発の費用である858億円を計上することが報じられており、いよいよ、具体的に F2 戦闘を代替する機体の開発が予算上からも動き出したと明らかとなった時期でもあった。そして、翌年の2022年2月、日本の次期戦闘機とイギリスのテンペスト計画の機体で使用されるレーダー類について、両国政府が共同開発を行う方針であることを表明、先の機関部に続き、イギリスの存在が色濃くなる。ここで、イギリス側の企業として名が挙がったのが、イタリアの最大手の軍需企業である、レオナルド社の傘下企業で、かつ、イギリスの現地法人である、レオナルド UK 社であり、レーダセンサ類の分野で、数々の世界的な実績を持つ。ここにおいて、レオナルド UK 社は、テンペスト計画に向けて開発中であった最新のレーダーである、ジャガーシステムを開発中であり、日本からは、同開発に三菱電機社が加わり、より密接な両国の協調関係が打ち出された。レオナルド UK が開発中のジャガーシステムは、敵目標をあらゆる領域内で迅速に把握することに加えて、さらに、敵側の同様の策敵、行動を妨害して、無効化を図る電子戦機能を包括しており、世界的に見ても、先進的な仕組みである。こうした流れを経て、日本の次期戦闘機開発計画とイギリスのテンペスト計画とは、徐々に、機関部、レーダー類と関係する分野を拡張しながら接近し、ついには、機体を共通化するという共同開発にまで行き着いたものだと言えよう。もともと、イギリスのテンペスト計画には、イタリアとスウェーデンが参画しており、さらにこれに加わる国を増加させ生産する機体数を増加させることで、一機あたりの開発コストを低減させたいとの思惑は強かった。そのため、イギリス側からは、かなり以前から日本もテンペスト計画に合流するようにと促すアプローチがなされていたが、個人的は、そうした声が聞こえ始めた当初は、それが現実のものとなるとは正直予想していなかった。戦闘機に限らず、太平洋戦争後の日本の自衛隊の装備の大多数には、その大半がアメリカ由来の規格、システムが採用されており、また、政治的にも、日本の唯一の同盟国たるアメリカとのつながりは強固なものと思えたからだ。しかし、今回の日本の次期戦闘機開発に際しては、アメリカのロッキード・マーチン社は、かつて、自社の F-22 ラプターと F-35 ライトニング2を合わせたような折衷案を日本に却下された後、積極的ではなくなったとも言われる。そうした中で、ロッキード・マーチン社は、自国のアメリカにおいては、次は、2040年代に、新型戦闘機の配備を控えていると召されているが、これは、すでに、有人戦闘機の枠を超えた、新たな分野の戦闘機になる可能性も示唆されている。それと比較した場合においては、
ロッキード・マーチン社にとって、日本の次世代戦闘機開発は、今現在の第5世代戦闘機の枠内から出ておらず、その開発を支援することに対するビジネス上のメリットは乏しいと判断されたとも言われる。アメリカ空軍の新型戦闘機である NGAD は、すでに初飛行を終えたとの報告がなされたことはあるが、概要については未だ伏せられており、いかなるものとなっているのかは不明で、現時点での比較は甚だ困難である。したがって、ロッキード・マーチン社がどこに主眼を置いて日本の次世代戦闘機計画に乗り気でなかったのかはわからないが、日本が太平洋戦争後初の試みに乗り出そうとしていることだけは間違いなさそうだ。